明治大正期の郊外、巻絵が施されている。短い型の内部が鞘のようになっており、左右分割し、結髪に刺して用いる。郊外とは、髪をかき上げて、曲げを形作る、装飾的な結髪用具。ただし次第に結髪後に髪を飾るものに変化した。中国由来のもので現代中国語ではジーと読む。郊外は、頭がかゆい時に髪型を崩さずに髪を描く道具。 上層から来ているという説がある。三諸物と呼ばれる日本刀の付属品の一つで刀と一緒に持ち歩くことも多かった。日本刀の付属品としての鋼貝。上は小柄。紙をかき上げやすいように頭部から長細い2本の足が出た形をしているか棒型が普通。棒形のものは棒鋼貝と呼ばれ、最高級品は鶴のすねの骨で作ったもので。 頭痛のまじないにもなると甲塚などに好まれたという。素材は竹、クジラのヒゲ、別光など、金属製、木製、造毛製、牛や馬のひづめなどの素材もある。中でも、螺鈿や薪絵や彫金、彫刻などを施したものは非常に高価であった。黒ろ塗り症大正ごしらえ、つ縁や頭、目抜き、銘、石黒正美作、18世紀か19世紀。 小柄、か害、郊外、名、柳川直政作、18世紀、江戸時代、東京富士美術館中国では、新石器時代の遺跡から骨郊外、銅郊外、玉郊外と考えられる出土物があり、当時から様々な材質の郊外が使われていたと見られている。民族的には郊外を使うことが、成人女性として扱われることも多かった。このため郊害で結い始める時の儀式である。 公害例を成人式のように扱うことがある。公害には成人した15歳という意味もある。日本では日本紙に欠かせない、櫛、かんざし、公害の3点セットのうち、公害は櫛に次ぐ由来の古さを誇る。公害は櫛と揃いの衣装のものを使うことが好まれた。かんざしは束ねた紙を保持する道具であり、公害とは用途がもともと異なる。しかし、 江戸時代中期頃には、郊外と乾しの区別がつきにくく同一視されていたこともある。その後、耳かきの有無などの形状の変化が加わって、乾しとは別の髪飾りとして発展した。江戸時代の時点には、先が耳かきのものを乾挫し、そうでないのは郊外と区別してある。郊外は血髪の根に刺すもので、一本しか使わず、髪型によっては省かれることもある。 本来は、曲げの根を固定する、実用的な道具であったが、江戸後期の複雑な結発になると用途は交代し、ほぼ装飾品と同じとなる。その現れが、中割郊外という郊外で、中心で2つに分解できるようになっており、結発を8分型作り終えてから仕上げに刺すための、完全な装飾品である。棒状に変化したものを、延べ棒と呼ぶこともある。ありがとうございます。